はい、おはようございます。おはようございます。フリーアジェンダです。それ、それです。はい。<laughs> フリーアジェンダのそれとあれです。<laughs> はい。<laughs> うん、えー、きょはですね、上半期、はい、2021年上半期買ってよかったものっていう、はい、えー、アジェンダです。ああなるほど、ね。さん、なんかいいもの買いましたヤマトさんはそっちの人なんですか。なるほど。<laughs> どっちだ <laughs> いや、上半期とかいう、その人間が勝手に決めたサイクルで生きてるタイプの人なんですね。あ僕はもう集団結構バリバリで生きてるんで。はい。はい。なるほど、そっち側か。上半と。うん、はい、<か>どうぞ。ひかるさんはあれですかサピエンス全史に負けなよあの、瞑想4時間してるタイプの、呼ばるのはハラリ的な感じですかハそうっすね。うん。上半期とか、そういうサイクルで生きてないっすね。生きてないっすね。やっぱ違うな、ひかるさんは。<laughs> <laughs> 夏とか冬とか関係ないもんね関係ないっすね、うん、はい今もヒカルさんそのズームに映ってる姿は下半身裸だもんね <laughs> どういうことや <laughs> <laughs> どういうことや <laughs> 夏とか冬とか関係なく <laughs> 大体下半身いつも出てるもんね <laughs> <laughs> 夏とか冬とかあ季節 <laughs> やめようこれ <laughs> <laughs> 膨らみがなさそうやもつんかあるんですか上半期あ僕めっちゃあるんですよああなるほどそれはちょっとじゃあ話していただいて、うん、はいまず1個目が1個目がってかあのいきなりものじゃない話するんですけどはい <laughs> あの日本橋中央整骨院に上半期めちゃくちゃ課金したんですよああはい星があのそうそうそう3月ぐらいからぎっくり腰やってから通い始めて それ以来も週1か2週に一遍ぐらいで通ってます。うんうん。そうですね。あの、日本橋の中央整骨院っていう場所に、そのぎっくり腰こうほぼ毎週ぐらいで課金してて、なんか体整えるっていうのに結構しっかりお金を使ってるっていうのが、まあ本当買ってよかったものっていう意味では1個目と、うんうん、あとすげえセットなんですけど、なんかマッサージガンって知ってますわかります。あのここに玉いてて はいはい、バイブして強度を変えてで体のこう筋膜をリリースするためにほぐせるやつうん、うん、でこれ使うようになってからなんか体中の痛みをあの結構自分で取れるようになって整骨院とそのマッサージ眼2つでだいぶ体が整うようになったんですよね。おへえそうなんだなんそう結構日々なんか普通にね睡眠の深さとかも良くなってる気がするし。うん、あの だろうこの2つにめっちゃ課金しましたねなんかそのうん、うん、在宅ワークが増えたせいか去年今年でその、うん、マッサージ家でできるマッサージ器具みたいなやつの売れ行きがすごく上がったという話を聞いてますねそうなんだそれもコロナの影響あるんだ、うん、みたいですね、まあ、やっぱり家でやってるとその合間とかに使えるものはコスパが良いとか よりなんかあれですかね、うんうん、体の塊みたいなのを感じる人が増えてるんですかね。あ<ー>、まあ、なるほどあ。ありえるストーリーですね。確かに。えー、っと、まあ、ぎっくり腰しなくてもみんなそういうの買ってるんだね。うんうんうん。でも確かにそのマッサージガンみたいなやつは、よく最近なんか聞くようになったな、うん。なんかね、YouTuber 使って、インフルエンサーとか使って、結構拡販してるんですよね、いろんなメーカーが。おお<ー>。でも割とコモディティなんで、うん その2万円から5万円ぐらいまでのやつがあるんですけど結構、うん、どれもそんな性能差はなくって、まあ、とりあえずその安いの買っておけば大丈夫かなっていう感じがしますねあ,あそうなんだいくらくらいなんですか、うん、あれは僕使ったの2万円ですねあでも想像してたよりは高かったあ本当？まあ確かに、うん、な,なんかそうね特にそこまで2万円っかって感じじゃないけど勝手になんか、うん、なんだろう 9000円とかその4桁後半くらいは買ってもらうかべたからうんうん、うん、え山木が持ってきたやつは2万円で別にそのハイエンドじゃないっていうことローエンドローエンドあじゃあ高いやつはそうそうそういえいくらくらいするんだ高いやつは5万五万って言うたんやん <laughs> 高っ <laughs> なんか総合格闘技やってる日本で一番有名な堀口さんっていう人がいるんですけど、はい、そういう堀口さんとかも YouTube 今やってて そういう人にそのなんだギフティングしてめちゃくちゃマーケティングやってますねうん,、うん、うんうんうんで僕もそれで何人か見て、えー、いいのかなって思って気になってたんだけどその整骨院行くようになって整骨院の先生にマッサージガンとかどうなんですかねって聞いたらあなんか結構いいみたいですよって言われたその一言で買っちゃいましたああなるほどなるほど、うん、ごめんちなみにもう1個あったわ買ってよかったものはいあの エアコンそう。エアコンエアコンディショナーはは。はい。エアコンディショナーあの。うちの一番でっかいリビングについてるやつ、うん、12、二3畳向けのでっかいエアコンがなんかめっちゃ壊れてきて、うん、買い替えたんですよ、うんであの。15年とか20年前のやつを、まあ、最新のモデルに買い替えたんですけど、 音がすげえ静かだっていうのと、あと Wi-Fi 経由でそのアプリから操作できるんですよね。うん、ああ、いいですね。なんかそれの便利さを初めて知ったみたいな。ああ、いいですね。うん。確かにエアコンか。うん。うん,う,んう,んうん。うん。ちょっと高い買い物でしたね。なるほど。うん。アプリ経由で操作できると何が良いですかなんかうち寝るとき、寝室のエアコンとかつけないんですよ。 昔、うん、寝室を開けてリビングとつなげ,つなげるというかこう空気通せるようにしてリビング側のエアコンつけて部屋中を通してあちょうどいいみたいな感じで寝るんですよなるほどなんで,で、まあ、寒かったり暑かったりするときもあるんですけどお<ー>もう寝室に入って寝ようって思ったときにつけ忘れたみたいなことよくあるのねありますそういうときに手元でピッてできたり、うん、寝てるときに今日ちょっとつえやなと思ってピッて消すみたいなのが、うん 本当、歩いて今までリビングまで行かなくていいっていうのがめちゃくちゃいい。<laughs> すげえ特殊なユースケースじゃん。<laughs> めちゃくちゃいいんですよ <laughs> それ。それ、それ確かにいいけど、他の家庭であんま再現性のないタイプのベネフィットなそうなのかな。<laughs> そうだね。うん、そうか。そういう家は別に多くない気がする。お面白い。寝室の、寝室ってエアコンつけてます光さん。ああ、つけてますけど、 でも確かに寝室のエアコンつけるとそのちょっとダイレクトすぎてなんか明らかにこう絶好調ではない感じはするんでそう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 確かにそれはすごいいいですねうん、うん、まあうちはそうねあの去年やったソリューションとしてはエアコンは結構本当に風とかを弱くして最低限にして、うん、あの 扇風サーキュレーターみたいな部屋に導入して、うん、それで部屋の空気をかき混ぜれば、まあまあマシになるという説はありますサーキュレーターさ、音とか光とかちょっと気になんない大丈夫大丈夫なやつ大丈夫っす。音は少なくとも気にならないっすね。ああ。なんか僕気になっちゃうんですよね。無音で寝たいというか。なるほど、なるほど。うん。それにもちょうどハマったソリューションだったんですよね。 遠くのエアコンをつけるっていうの。<laughs> なるほど。<laughs> うん、確かに。あ、音か、気になったことないな。光は、その、電源ボタン青、青く光ってることとかあるじゃん。ああ、りますね。あれもすごい気になっちゃうんですよね。はい,はいはいはい。寝るとき、それも大丈夫、うん、大丈夫ですかなんかお、気になった多いとかするけど、そこまで気にならないかな。うん、ああ、そう、うちもね、扇風機で寝てるときは、こう。 タオルでその電源のところを覆って寝てるんですけどうん、うん、なんかバカらしいなと思って <laughs> うん、うん、マジで<や>扇風機メーカーには、うん、あの電源ボタンが光らない仕様のものをぜひ作ってほしい人間っていうのはバカなものなんですよ <laughs> どうしたっけいやいや扇風機をタオルで覆ってるのめちゃくちゃいいじゃん <laughs> いいことじゃんいいかな <laughs> いいと思う なんかそんなね何もかも思った通りにいかないっすよ。<laughs> そうですか。<laughs> うん、扇風機を人生とは扇風機をタオルで覆うことだよ。<laughs> 人生とは扇風機タオルで覆うことでしたか。そうっすねはい。安心してんないやいやいや <laughs> でも確かにその体を整えるみたいなやつは本当に大和、うん、さんはいつも心掛けてると思うけど、うん、<laughs> まあ大事なんでしょうね。 俺別にさ、意識したわけじゃなかったんだけど、僕、体整えるのにしかお金使ってないね。うん。なんかでも、あの、よくその歴史上幸福論みたいのを唱える哲学者って、うんうん、よくいるじゃないですか。うんうん、何が幸せなんだみたいな。はいはい。でもなんかその、9割体調だみたいな感じの話とかは、やっぱよく言われる。あ、そうなんだ。やっぱ体、なんかその、 まあ、幸せってこう精神的なものだから、うん、心の健康状態とか心のあり方みたいのに、こう、その、厳選を求めるけど、うん、基本やっぱ人間って体と頭がセットで動いとるから、体がこういい感じじゃないと絶対心も健康にはならん。なんならほぼ体側の制約から来てるみたいな感じの説は、説というかまあ、そういう論調は多いですね。 あでもそれ超あるよね。うん。あると思う。だってなんかさ、機嫌悪かったり気分悪いなって寝不足の時だったりするわけじゃん。うん,う,んうん。要はそれ疲れてる時とか。はいはい。なんかそういうのを考えると、体をベストコンディションに保っておいて悪いことなんか一個もないよね。うん。いや、本当にそう思う。僕はどっちかというとそっちの派閥じゃなかったけど、なんか不健,<ー>不健康であることが別に普通という。 感じの、なんか、人生生きてきてるけど、今はちょっと気持ちは変わってるね。確かに、ヒカルさんそっち側のイメージあるけど、最近はね、ジムにも、ゴールドジムに行って筋トレもするし、ゴールドジムに行って筋トレもするね。プロテインも飲むし、プロテイン、プロテイン飲むね。早起きするし、うん。相当健康派になりましたね。まあ、そうだね。まあ、不健康、そうだね、なんだろうね。 <laughs> なんかでもごく自然にそうなるねまあでもそのなんだろう誰しもさ矢持さんみたいなさ若い頃からそのヘルスコンシャスな人は少ないけどさうん、うん、年取るとみんなそうなっていくからさその健康が大事だってまあ結局そういうもんなんだと思うんだよね人間うんでも年取ってさ健康に意識配ってる人ってまあ周りでは多いかもしんないけどこうマスで見たら相当少数派に見えるんですけどそんなことない あなんか結構60とかになるとみんなそっちに目覚めるイメージがあったけど違うのかなでもうちの親父とかもそういうの気にしてなかったけど年齢して突然めっちゃ筋トレしてたりとかああまあそれはあるねそこまでいくとそうだけどなんか僕らの世代ちょうど分水嶺じゃないですか <laughs> ほうほうほうなんか全、まあ、気にしてる人は相当深く入ってて気にしない人はマジで何もやってねみたいな、うん、あーでも確かにそうかもなんかさ銭湯とか行くとさ 同じ年代ぐらいなんだろうなってお父さんとかいっぱいいるんだけど、腹ボーンみたいな、うん。<laughs> ああ、それは結構あるかもしれない。の方が普通だなと思って。うん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 。確かに確かに。うん、確かにそれだって気にしてるか気にしてないかって相当なんかもう日々のこう振る舞いが違うというか、例えばその、なんだろう、じゃあメルカリ行った時も思ったんだけど、僕、メルカリに自販機あって、うん、あの 糖分が入ってるものをほぼ飲んでなかったのね。自然に。はい,はいはいはい。でもほぼみ炭酸水しか飲まないんだけど、うん。でも気にしない人ってその、結構甘めのさ、<laughs> コーヒー、缶コーヒーとか、レッドブルとかガンガン飲んでるじゃん。うんうんうん。なんか、確かに気にし方が全然違うんだろうなっていうのがあって、気にしてる人って別に毎日何飲もうかなあ、糖分入ってるからやめとこうかなとかじゃなくて、まあ炭酸水だよなみたいな、自然に受け入れてる。うん。 なんか日々の積み重ねがもうなんかその振る舞いというか現れるから今触ってくよねそれは、ね、人生の選択肢からもう消えてるよね糖質油のコカ・コーラとかさ消えてるね選ぶことないじゃんうん消えてると思うなんかそのそれで結構面白いのがあってそうなんかその結局その振る舞いというか、うんだろう 選択みたいなものってなんか自分でやっぱこう選択してるうちっていうのは、うん、その自分自身にはなってなくてなんか本当にその自分自身のアイデンティティとして隔離した時になんかその初めてそ,のなんだろうそれを獲得するというかだからやっぱコーヒーヒ糖分入ったコーヒー飲もうか水飲もうかって迷ってるうちはその人自身は健康じゃなくてもう自分は健康な人間で。 で、水を飲むのが普通なんだっていうふうに、当たり前になった時に、まあ、人間はその真の意味で健康になるというか、なんかその、よく僕はそれアイデンティティを獲得するって言ってるんだけど、うん、なんかその、結構妻が僕に対して何かこう人生で行動を変えてほしい時とかって、うん、なんかそれをめちゃくちゃこう言ってもらうようにしてるんだよね。どういうことどうやって言ってもらうだから例えば、あの、 俺、よく牛丼とか食ってたわけ。食ってたってか、今もたまに食うけど、うん、牛丼とか行くわけ。うん、だから、その、妻としては、それをやめた方がいいと思った時は、うん、牛丼なんかやめなよとかって言うんじゃなくて、うん、でもひかるさんは牛丼屋とか行かない人種だもんねとか、<laughs> 行かない人間だもんねって、その、アイデンティティを操作しようとしてくるんでね。ね <laughs> <に>。<laughs> <laughs> 若干折り気味で。<laughs> そう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 。面白い、それ。<laughs> なんかそういう、その、 しない方がいいとかするかしないかじゃなくてもうしないのが当然の,その生き物だよねっていう決めつけから人間っていうのは真に変わるのかなとああなるほどね。うん、で山本さんはそのやっぱ健康であるってことに対して気を使ってるというかもうアイデンティティをこう獲してるなっていうことなんだと思うんですよね。<laughs> 確かになんかもう別にに別牛丼とか Mac とかさ選択肢にすら入ってこないから、うん、いくら CM だろうがいくらその路上の広告みたいなのを見せられても別になんか雑音っていうか空気を見てるようなもんだもんね<ー>アイデンティティレイヤーになるとそう,、うん、そう思うそう思う、うん、なんかそうさっき山本さんの言葉すごい良かったと思うけどその人生から消えてるんだよねそ,のそれ以外の選択肢がもううん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 それはめっちゃあるまあなんだろう プラスでもあるけど、その危険な時もあると思うけど。うん、確かに。うん、でもそれさ、企業側からしたらさ、そういう人たちにこう、大量のお金をかけて広告を見せてるわけじゃん。ね。相当無駄だよね。まあ、そうだね。だから、なんだろう、そのデモグラとかペルソナとかっていうか、そのアイデンティティベースでターゲティングってされるべきだと思うね。どうやんだ。<laughs> アイデンティティが不安定な人に対してのみ。 広告って通用するよねねそうだ、ね、しかも今の広告ってそのプラットフォーム上での振る舞いだけを使ってアイデンティティを特定して広告を当ててるわけでしょそれは精度なんか上がらんよなっていう感じもしますよねまあそうだねうん最近はマーケティングの空虚さを本当にいつに感じるけどねうん面白いでもそうだね人生の選択肢から消えてるっていうのはな,なかなかよ,よい表現だね 確かに、今日はパンチない。本当にその通りだね。<laughs> うん確かに、確かに。もう一個何か言おうと思ったんだよな。ちょっと忘れちゃ,、ね、忘れちゃったんで、あの思い出すためにひかるさんが買ってよかったものあったら教えてください。うん、<laughs> ちょっとそれ、めっちゃ今驚いてるんだけど。なんで いや、俺、こいつもう、今回のアジェンダのテーマ何だったか忘れてて、単に健康について淡々と話すつもりにいると思ってたから、なんかスルッと俺のターンは来ないんだろうなって、もう、決めつけてたから。<laughs> バイアスですよ、それ。こいつを覚えとると思って。まあ。<laughs> 以上、僕のアジェンダだったからね。びっくりした。<laughs> はい。上半期買ってよかったもの俺、ものをマジで買わねえからさ。うん。まあ、でも、あれだね。あの、 ユニクロの服っていうのは本当にコスパが高いなっていうふうに思いました。え、ユニクロのさ、何が良かったうーんとね、まあ、シャツですかね、僕は白と黒の服しかほぼ着ないんで、うん、ユニクロにはそういうものが大量にあるんですけど、あるね、うん。ちょっと軽く、半スポーツ素材のこの黒い T シャツとかは、ああ、非常に使いやすいし、<ー>別に、なんだろう、うん、もうハイブランドと変わらん着心地ですね。 えエアリズムオーバーサイズコットン T シャツみたいなやつああでもそれもいい、うん、あえあのヒカルさんが言ってんだそれじゃない多分エアリズムかなでも確かにちょっとそのそういうフレーバー感じるなんかね確かになもう何種類か買ったんですよ結構、うん、その綿っぽいやつからポリエステルが入ってるそのエアリズムっぽいやつからその中でそのいくつか当たっててでもそれが何、うん、ていう商品なのか確かに今ちゃんと理解してない <laughs> なんか僕も触れば分かる ユニクロの T シャツ、去年とかまでめちゃくちゃ大量に買ってたんですよね。うん、そのユニクロ U のクルーネック T シャツとか、はいはい、あと最近はオーバーサイズなんとか T シャツとか、あとさっきのエアリズムコットン T みたいな。うん、その中でも絶対リピートしてるなって思うのは、今言ったエアリズムのやつですね。ああ、じゃあ同じかも。うん。いや多分そうだね。あの僕、ユニクロってそんなにもともと自分の中で買う商品じゃなかったんですよね。靴下って とか、下着屋さんだと思ってた,買ってたはいはい。パンツとかなんですけど、あの、去年、プラス J っていう、まあ、好きな、あ<ー>好きなあの、ジルサンダーって好きな、うんあ、あの、アーティストの人がコラボしてるやつがあって、その、プラス J っていう特別のラインナップを買いに行ったので、ねうん、それだったらあの、ユニクロの中でも、まあ結構いいかなと思って、自分的に。うん行、うん、った結果、普通のユニクロのそのオリジナルのやつ買って、そっちにハマってるっていう。面白い。<laughs> うん。え、だから、ジルの企画は大成功じゃないですか、それ。それ、そう思うそう思う。 求民顧客を一気にお店に連れてきたっていう意味では、うん、そうだねそうユニクロの企画力最近やばいんですよねあ,あそうなんだうん確かにコラボとかそういうやつをよく走らせたりとかしてるイメージはあるし確かにスポーツ系とかも相当なんかやっぱ進んでるよねう,うんでなんかそこで実験したやつ GU に持っていって GU だともっとカジュアルブランドとコラボしてなわけ アンダーアーマーじゃねえわ。アンダーアーマーなんだっけアンダーカバーだ。アンダーカバーのコラボやって、なんかバカ売れしたりとかやってましたね。うん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 。いや確かにユニクロはすごいのかもしれないね。うん。でも最近ユニクロをこ超えうるのが、僕がこれ着てるファミマの T シャツなんですけど、お<う> <laughs> ファミマってどこにでもあるじゃないですか。ある。 どこでも買えるってすげえなって思ったんですよね。ユニクロ意外にどこにでもあるわけじゃないから。うん、そうだね。うん。え、ファミマって無,無印ブランドってわけじゃなくてとね、伊藤忠が後ろに入って、その作ってる。で、ファミマのブランドで出してるんですけど。 だからまあ、えー、ほとんど無印と言っても過言ではない。<laughs> な,るなるほど、なるほど。そうそうそう。<laughs> どこにでもあるって,言って、うちその前に T シャツ買わないから、別にユニクロでいい。ええ、ええやろ、そこは。<laughs> って思うじゃないですか。僕さ、うん、なんか、白い無地 T 年に多分20枚ぐらい買ってるんですけど、理由はすげえよくこぼすんですよ。うん、ああ、なるほどね。<laughs> 口元がおゆるなんですよ、うん。なんかでもあれだね、今アメリカでその油汚れとかその、うん、汚れないシャツみたいなのあるよね。 あそうなんだ。そういうのが欲しい。そういうのは確かにいいのかもね。まあ、そうね。ユニッシャツは毎日着るものなんで、うんうん、まあ、もう、これが最高、これがあったから人生めっちゃプラスになったとかってわけじゃないけど、ストレスがなくなったんで、毎日プラス0.1ずつされてるんだろうなって思うと、うんうん、値段も考えるとユニクロのシャツってやっぱりいいものですねっていう。間違いない。なんか今更ながらの気づきを得たのと、 あとなんだろうな取っ手が取れるフライパンを最近買ったんですけど、あいついいっすね。ティファール的なやつティファール、はい、そうっすね。ティファール的なやつなんですけど、僕ティファールって見た目が全然好きじゃないんですよこう。メタニカルな感じで。なんかちょっとその、そう,そうっすね。まあ機能性とかって感じなんですけど、うん、取っ手がまあ、木,木になってて見た目は結構いいけど、うんこう、取れるみたいなやつがあって、 でまあ、ティファールはこう挟む感じなんですけど、僕が買ったやつはこう穴みたいなところにこうなんかアタッチメントするみたいな感じ、うまく説明できないけど、まあ、クリステルってやつなんですけど。<ー>クリステルえ、かっこいいね、それあの。かっこいいです、かっこいいです。かっこいいね。うん、は、なんか、まあ、最近料理自体が楽しくなってきたっていうのもあって、あの楽しんでますね。クリステルの鍋めちゃくちゃいいじゃん。あ、いいっすよ。 なんかかさそうすげえわかるなんか最近さ別にこう特別な機能とかっていうよりはこう毎日使うとか毎日目にするものがちょっといいことの方が嬉しいなっていう気持ちがあってすげえ地味なんですけどティッシュを置く箱がちゃんときれいな箱があるとかはい、はい、それだけで、まあ、ティッシュって毎日使うじゃん。僕はそういうことの方がなんか幸福度は高いあんま意識しないけど。 いやーそう思いますよ。うん、だから、すっげえ前に話したけど、あの、セブンイレブンのプライベートブランドであるマックの箱、はいはい、あれは、あれは最高なんですよ。最高だね。あれ言われてからたまに買うからね、うん。あ、それは良かった。うん。やっぱ美しいものに囲まれてるって、まあ、僕、僕はすっごい大事で。うん,うん。うん。すごい大事で。一番でもそれコスパ高いなって思ってますけどね。確かに、コスパ高いな。 うんうん、確かにだから料理道具とかみたいなその基本は機能性に特化してるのが普通で見た目気にしなくてもいいみたいなものこそ見た目気使うとまな板とかねうん、うん、幸せな気持ちにまあ僕はなるかな人によるとは思うんだけどでもそういうとこからやでって気がするし、うん、あとなんかその意識持ってるとやっぱ物をポンポン買えなくなるんだよねこれもこれもっていうか、うん、それが結構いいなと思って。うん なんか無駄に物増えないし、買ったものは逆にすごく大事にするし、うんうん、まあ何すか、まあ、丁寧な暮らし的なことでする、ね。<laughs> まあでもその本がいいからね。持ちがいいってことの方がいいから。だからその僕の中で唯一この白い T シャツに物をこぼしてこれを捨てちゃう瞬間っていうのはすげえ嫌な気持ちになるんですよね。うん。なんかソリューションはこっち側が汚れないか、僕の口から物がこぼれないかのどっちかなんですけど。いやでもそ 口かかららをこぼすのはやっぱアイデンティティィだから <laughs> そうそう無理なんで <laughs>、まあ、こぼさないっていう選択肢は人生から消えてるんでえでもなんかもうじ毎日1枚10万くらい札きたらこぼさなくなるかとか実験するた、ね、意識の問題なのか,か34回選択したらなんかどこかで初めに買った興奮とかいろいろ忘れちゃってさこぼ,し、うん、こぼさない多分なんだけどいやいやどうでもよくなる <laughs> そうだよねこぼす気がするんだよな うん、それ、こぼしたら多分、相当悲しい気持ちになるから。そうなんだよね高い服って、なんか、買った瞬間が最高なんだよね、絶対にそこから、なんらか、うん、なんだろう、気持ちもそうだし、あと、見た目も摩耗するじゃん、うん、そう考えると、やっぱり、そのステーブルでいてくれるか、頻度高く変えても構わないか、どっちかっていう方が、うん、総合のコスパは上回るって結論になる、ね、ように、できてるじゃん、人生。ね。うん そうあっという間に焼却されていくからさそうブランド品の焼却の速度早いよね <laughs> うん3か月ぐらいじゃないうん本当最初に1か月くらいで価値の半分くらいをなんかその、うん、焼却してる気がする本当に何か立地の悪い不動産みたいな感じする <laughs> いじ方新築で買った瞬間に半額ですみたいな <laughs> そうですねギラギラなんですけどねご、うん最後にあの思い出しましたよ このおしゃべりのおかげで僕食品ってほとんどネットスーパーでしか買わないんですけどネットスーパーって1万何千点とか商品掲載されてるんですよでも僕はもう肉売り場では鶏胸にしくしか見えないんでほかの選択肢が消えてるって話を最後しようと思ってましたはいはいはいじゃあ今回は大悟さんはでもさ鳥になればいいんじゃないの あ僕が、うん、だってあれはすごい筋肉の塊じゃないですかあいつらはそうっす鳥になりたいわブロイラーになりたいなんか俺聞いたことあるんだけど鳥って何気なく飛んでるじゃん、うん、でなんか羽があるから、まあ、飛べるみたいな話なんだけど、うん、あの羽をやっぱあの速度で羽ばたかせることができる<あ>その胸筋みたいのってそうでそすうそう あれ人間でいうと、多分ん、山さんの20倍くらい胸筋がないと、あの幅ができないらしいんですよ。絶対そうだよ。だからいあの、いくら頑張って鶏を食べても、あなた鶏に勝てないんですね。いや、全然勝てない、ね。<laughs> だってさ、あの胸肉ってすごくな、ね、い皮以外1ミリの脂肪も入っていなくて、<laughs> いやあのサイズの鶏から、こんなボリュームの胸肉取れるじゃん。<laughs> うん、そこまで胸肉にファミリアじゃないけど、お、ま、前、あ <laughs>。ペンインとしてて。うんね、俺は気に入って。 俺は気にせずももを食ってるからそこまで胸肉に対してそのプリファレンスが低いんだけど <laughs> いただきますって感じですよねありがとう、うん、はいじゃあそんな感じで胸肉の話でしたか、はい、<laughs> 最後話題が犯されて帰ってくっていはい,はいありがとうございましたありがとうございました